はい、どうもタクタクです。ドールやっていきましょう。こっちに水木くんが行っちゃいましたけど、開いてない、鍵がかかってるわ。水木くんが中から鍵をかけちゃったのかしら。これは薬か何かの溶剤が漏れて異臭が放たれてるわ。こっちも開かない、非常時に開かない、非常口なんて。あれ、よく見たら新しく鍵が付けられてるじゃない。確かに非常時に開かない非常口うまいこと言いますね。お、何、携帯電話どうしてこんなところに。お、携帯電話を入手しました。誰の携帯電話これ。薬品名が書かれたラベルが貼られた古い薬品瓶が置かれているわ。ん、つまり最近まで誰かがうっかり触って何かあったら困るし、触らないでおこうと。最近やはり誰か出入りしていると。何も入っていない、入っていない、入っていない。じゃあ携帯電話、これは薬品が並ぶ棚の奥に、隠れるように置いてあった。通話できないがバッテリーはまだ残っているようだ。携帯電話使用しますか。え、誰のこれ。いや、使い時があるはずだこれは。なので不用意に使うのは危ないと見た。そもそも使えるか分かんないしな。繋がるかね、鍵がかかってるわ。え、使った方がいいのかな。じゃあここは、ここも開けたくないわ。じゃあもうどうしようもないじゃん。やっぱ使ってみるじゃん、携帯電話。はい、ここで使っても意味はなさそう。どうすればいいの。じゃああれか、非常口近く、ここ、え、ここかな。使ってみよう。はい、あ、ここじゃないんだ。え、どこ、どこよ、ここ、どこ、ここの近くなら電波が通じるみたいな、で助けを呼べるみたいな。ダメか、どこだろう。でもなんかこれ使うっぽいよね。一回戻ってみるか、わからない場合一度戻ってみる。指を探せって言われてるかな。ここは、ここでやってみよう。入り口から近いでしょ。ダメか、ダメだね。倉庫の鍵、あ、そういえば倉庫の鍵忘れてたわ。倉庫の鍵、一回倉庫、あ、どこが倉庫なのこれ。倉庫ね、そう、倉庫、どこ、ここっぽくない？ここだな、多分。あっちは内鍵だしね。はい、開いたわ。お、また鍵？ちょ、鍵取りたい。一つだけ鍵がかかってるわ。あ、休憩室の鍵。あれ？鍵棚と壁の間に紙の切れ端が挟まってる。地下階段扉、すが深く挟まっちゃっていて、これだけしか読めないわね。どういうこと。工具箱で何かいいものが入ってるかな。あ、ニッパーとかあれば、ペンチかニッパーがあれば針金が切れるんじゃないか。使えそうなのはサビだらけなペンチとハンマーとモンキーレンチくらいかな。どれを持っていきますか。錆びたペンチ、これでサビ取りスプレーだよ。サビ取りスプレー、あと1回くらい残っているようだ。おっと、これは悩ましいな。ちょっと待って、ちょっと待って、何かこれ使うことで分岐するんじゃないか。エンドが何か買ってあったみたいだけど、剥がされてるわね。ガラクタしか入っていないわね。いや、こういう分岐系のゲームをやっぱやり慣れているタクタクさんとしては、ここは慎重に行きたいところで。錆びたペンチがあるけど、これで錆び取りスプレーを、はい、使
使います。え、そういうことじゃないの？そういうことじゃないんだ。ちょっと待ってね、ここに直接吹きかけるみたいな。サビ取りスプレー違うかな。はい、え、違うの？使うときにじゃあ使うって感じか。これはこう来て、あ、もしくはそのまま、このままじゃ使えないみたいな。錆びたペンチを使用し、あれは使えないもんね。どこだったっけ、針金がどうのとか言ってたの。こっちだよね。こっち来て、あっちの奥だった気がするな。あ、こっちじゃないわ。ここ入りたい。あれ、ここだったっけ。違うよね。この奥行けるはず。ここでペンチを、はい、使う。ふん、はあ、やっぱりこんな錆びたペンチは切れないわね。そういえば確かいいもの持ってたはずだけど。つまりここで錆び取りスプレーを使う。これで開くのかな。よかった、なんとか切れたわ。でもスプレーは空になっちゃったわね。さあ、ここ何？あ、ここにも取ってくるのね。それは散らばってるわ。これじゃね、バインダーみたいなのがいくつか置いてあるけど中は何も入ってないわね。棚の中にはカッターがあったわ。お、やった、カッターを入手。これで最初の人形か。ホワイトボードね。廃墟になってから侵入した人たちのいたずら書きくらいしか残ってないわ。残ってんのか。でもなんかある。鉄パイプが入ってる。なぜこんなところに入ってるのかしら。でも何かの役に立つかもしれないし、一応もらっていこう。鉄パイプを入手しました。鉄パイプ何使うんだろう。ゴミと混じってカルテが何枚か捨てられてるわ。ドイツ語で書かれてるから全然読めないわね。あれ、これ文字が擦れてるけど、名前のところに水木って。水木のカルテを入手しました。え、水木くん、あなたどこから入ってきたのよ。うん、別にどこからでもいいじゃん。でもこの部屋のドアノブには針金が巻きついてて。それともこの部屋には他に入り口があるの。あっちの玄関のホールから入った。玄関ホールってあの左側にあったカウンターを越えてきたってことかしら。それは思いつかなかったわ。確かに、ユキちゃんなぜそんなことに気づかなかった。そんなことより、ユキは友達を見つけられたの。うん、探しているといえば、水木くんの方は探し物見つかった。まだだけど。もしかして水木くんの探し物ってこのカルテと関係があるのかな。カルテの名前が水木ってなってるけど、もしかして水木くんの家族。そうかもね。そっか、じゃあもしかしてどうしよう。また勝手に。なんだっていいじゃん、ユキには関係ないでしょ。そっか、そうだよね。うん、ごめん。いいよ、別に。それよりさ、今は僕なんかに構ってられる時間は、ユキにはないと思うんだけど。水木くん。そうね。わかった。私もう行くね。あのさ、え？もし指輪を見つけたら、拾っておいてほしいんだけど。指輪？金メッキの土台に小さな赤い石が埋め込まれてる。それが水木くんがずっと探してる大切なものなの？うん、なんか指を返してみたいなこと言ってよ。指輪とは関係ない、母さんの形見。分かったわ、気をつけておくね。ありがとう。どうやら僕が近づかない場所にあるみたいだから、もし見つけたらでいいからよろしく。いいのかな、近づかない場所。あれ、この部屋だった。左側の扉から地下に行けるみたい。地下への扉はよく、鍵はよく紛失されるので、使用後は必ず元の場所へって注意書きされてるわ。あれ？あ、こっから入ってきたんだっけ？あ、こっから入ってきたんだ。いや、混乱してた。ちょっと一回セーブしよう。まあ、ゲームオーバーになることはそうそうないと思うけど。これが何なん？消火栓ね。関係ないよね、多分。
で俺は何をするんだっけ、あ人形を切り裂くんだ多分。人形を切り裂いていく、なんか入ってるって言ったもんね。どこだったっけ人形になる場所、最初すぎてここだったっけ、あこれだ、あちょちょちょ、このぬいぐるみのお腹をカッターで切る。よくある100円カッター、武器にはならないがある程度のものなら切ることができそうだ。はい、ごめんね、あらら歯が折れちゃったわね、中は綿ばっかりね、え、かわいそうなことしちゃったな。嘘、そういうことじゃないの、嘘でしょ、何こんな無駄なことがあっていいの、なんかあるかなアイテム、なんかてっきり入ってんのかなと思った。鉄パイプ、あー休憩室がどこかわかんない、休憩室ここじゃないよね、ここか、ここは入って入れる、休憩室ここなんだったっけ、ああ院長室的な、この先かじゃあ、この先行ってここ何してたっけ、事務や経理の書類が置いてあるわ、あ机に何か書かれてるわ、最近入った A03 号室の患者さん、消しゴムや花瓶を隠した後私たちに暗号文を渡してさあ時計だなんて、こっちは忙しいんだから暇つぶしの相手なら他渡ってもらいたいものだわ、かなり困った患者さんだったのね、ゴミばっかりね、スライド式の鍵がかかってるわ、開けておこうかな、はい、あこれ抜けられるんじゃね、あなるほどね、なるほどなるほど、でこっちから地下に行けるんだけど、地下への行き方がわかにゃにゃいね、これはね、わかにゃにゃいけど、休憩室こっちか、まだ開いてない扉あったっけ、あでも水木が、あ待ってここってさ、もしかしてこれ鉄パイプでこじ開けるんじゃねえこれ、うん、これを、あ違うか、そんな乱暴なことできないか、女の子だもんね、だってね、はい、ちょっといきなり落ちたんだけどいきなりゲームが落ちて、俺どこからこれ、カッター使ってないとこから、あそういう感じか、いや使わん、びっくりした、急に落ちたんだよね今、おお、えこれどういうこと、このカルテを、あ違うか、どっからだろう、わかんないな、あこういう、あこういうとこからね、ここまだ開けてないよね、じゃあね、はい開きました、えどうすりゃいいんだろう、いやなんかびっくりした、無効なイベントですみたいな感じで勝手に落ちたんだよね、無効なイベントが指定されましただな、どういうことだろう、なんか今怖くなっちゃったんだけど、どこだったっけ、なんか鍵が置いてる部屋、そこに何かあると思う、それでこっちで、ここだよ、ここで何かやったらさ、ここで何も使わない方がいいよ、恐ろしや、多分これなんか関係あるよね、ん、あびっくりした、大丈夫、これまだ関係あるのかな、ハンマー持ってってみる、あ、絵が腐っちゃってる。これじゃ使えないわ。ハンマーは使えない。モンキーレンチ。モンキーレンチはどうすんだろう。これなんか開ける方法あるのかな？これが実はカッターを使うとか。ダメか。
モンキーレンチ。ダメですよね。鉄パイプ。ダメか。ダメですね。いい音がわからない。なんかこの裏にありそうだけど。すがって書いてあったのは。どっかに地下の鍵があるんですよ。こういう裏側とか関係ないか。非常階段、非常口のとこ休憩室の鍵だったりしない？あ、違うか。休憩室ってどこ？ここの鍵なのかな、休憩室の鍵って。ちょっと使ってみよう。ここっぽくね。あ、ここだったんだ。よかったよかった。あ、いった。なんか壊されてる、いろいろ。かなり古いタイプのテレビね。完全に壊れちゃってるわ。これは。これ何これ。え、これ、なんだ。なんでもないの。あ、セーブできる。セーブしたい。わ。調理。できるとこ。これは業務用の冷蔵庫かしら。なんか赤いのがあるね。シンクの排水口あたりに赤黒い汚れがこびりついているわ。あんまり想像したくないですけど。ずいぶん埃が溜まってるわね。換気扇油で真っ黒になってるわ。使われてた頃あまり掃除してなかったのかしら。ずいぶん高い位置に棚が取り付けてあるのね。私は椅子を使ってもちょっと届かないかもね。この棚が何の意味があるんだろう。窓の外は真っ暗で何も見えないわ。これ何なのこの部屋は。何のイベントもない。でも頑張って入ってきたのに。なんか意味があったのか。これは何なん。そして落ちてる。これは、え、ここなんか意味あるよね、絶対ね。赤黒い何かとか言ってるけどさ。あ、取っ手に鎖が絡まっていて4つのボタンがついた鍵みたいなもので止められているわ。ボタンは左から紫、紺、黒、白ね。あれれ、何か赤い文字が書かれてる。赤と青と緑、すべてが一つになったとき、私の好きな色が現れる。赤と青と緑、何色？その色が現れるのは光だけではなく、すべてを塗りつぶしてくれる絵の具の中。三つの色が混ぜ合わされたとき、私の嫌いなこの世界を塗りつぶしてくれる、私の愛した色が現れる。私を癒してくれる色、その色だけが私の味方であり、私の宝を守ってくれるだろう。ボタンを押しますか。はい。どの色のボタンを押しますか。この中の色が正解ってこと。青、赤、緑だよね。もう一度文字を読む。青、赤で紫だよね。あ、でも緑を入れることによって紺になるのか。っていうことか。紺。あ、違う。なに間違った。なに、あ、誰か来た。あ。え、この人？白衣を着た女。見つけた。まさか、院長なの？どうすればいい？間違ってたみたい。殺されちゃう感じ？これは。はあ！あーれー。バッドエンド。待って、何色なのこれは。つまり会場、あ、違う、何が楽しかった。親切設計だな。すぐ再開できるという。これ待って、赤と青と緑でしょ。紺にはならないのかな。何色になるのこれは。わかる人いる。紫か。紫。あ、違う。4択だからこんな。じゃあ、紫ですよ。分かった。もうオチは分かってるから。じゃあ、紫じゃなかったら黒。黒かな。
白ではないよ絶対ね。白ではない絶対。それは絶対。黒。あ、黒だったんだ。よかった、開いたわ。冷たい空気が流れてくる。この冷蔵庫動いてるの？って、これ、え、嘘、本物？凍った指を入手しました。うー、こんな非常時じゃなきゃ絶対持っていかないのに。でも、指をよこせって言ってたもんね。言ってたもん。持ってってあげよう。持っていってあげたい。凍った指を。凍っているうちに。持ってきてよ。お指、私の指。え、指？もしかして冷蔵庫で見つけたあの指のこと？私の指、私の。ありがとう。礼には及ばん。さっきまでの気配は消えたみたい。お、なんかある。なんだろうこれ。何の音？そしてこれ上に上がってきたってこと？椅子の上に鍵が落ちてる。集中治療室の鍵。手術するとこですかね。でセーブしまして、はい、といったところで、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。やっぱやりごたえありますな、ドール。結構いい演出、そしてかなりいい感じの探索ゲーム。うん、ちょっとこの続きがさらに気になります。というわけでご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。Thank you.